お腹もいっぱいになりまして、とても幸せな気分なんですけど、次はですね、リーダーがドラムを弾きながら歌います。福山雅治さんの家族になろうよ。
ありがとうございました。ありがとうございました。あのリーダーですね、あの一番最初にドラム弾き歌が立ったのがあのビートルズのイエスタデイ で、それからですねあのそれで味を占めましてですね、今度は浜田省吾さんのジュークのママさん、それから懐かしいあのカンさんの相葉勝とか、いろいろあの弾き当たって、人手不足のため、ね、もありましたけどね、まあそれもありましたけど、まあね、あのいろいろ歌っておりますのでね、またお聞かせいただいてね、あの聞きたいと思います。何でした？ちょっと待ってねって打ち合わせと違うやろってかいや、工藤さんのチューニング30秒で終わると聞いとるあれちょっと手こずってまして、ええ、あの緊張しましてOK トラブルはつきものということで、あの実は僕もですね、あのまさか自分が喋るという想定じゃなしにマイク後ろにやってましたいいですか、いきまーす。さて、今のでかなり、来ておりますけれども、
実は今日、Q ジュニアが一旦あのアパートに戻ったにもかかわらず、壊さんようにしてくださいよ、えらいことになりますから、帰ったにもかかわらずまた自動演奏に変わりました。ということで、最近の機会は素晴らしいですね。でどこへ行ったかっていうと、Q ジュニアが来ておりましてですね、ちょっとドラムをに挑戦を していただいてみようということで、やっていただこうと。イエイ。じゃ あまず僕があのここから一旦ね履けないと、靴が履けないと、じゃあ違うやろっていう、そういうで、ということでいきます。はい。